間正隆が日産でタイトルするときに僕のところに来たんですよ。体動かなくなるよって言ったけどね、だからそれをちょっと準備してからレースしなさいっていう話してたのをタイトル取って井の一番に僕のところ飛んできて、実際全く体動かなかったんですよね。ただね、最近の若い子ちょっとそういうのじゃないかもしれない。僕も SF のチャンピオン取った前の日にクリスさんに体動かなくなるよって言われて、でも全然緊張してなくて、で、本当そうなっちゃうのかなと思ってスーツ着替えようとしたんですよ。そしたら足が全然入んなくなっちゃって、そういうこと言ってんじゃないかな。そういうことなの。はい、でも体全然動かなくなっちゃった。そういう、そんなに動かなくなったって思ったら、ここのベルトあるじゃないですか、後ろで縛ってたから、急に縛ってあったんだから。